おはよう。もしかして私が起こしちゃった？ついさっきだよ。もしかして今、何か聞こえてた？好きってそんなバカなこと言うもんじゃありませんよ。だって翔一くんに褒めてもらえるようなことなんて今年全然ないもん。ありがとう。まだ全然できてないの
今作ってるとこで。聞きたいの？ダメじゃないけど。じゃあ、完成したらね。そんなに楽しみにされても困るよ。うまくできるかわからないし。だって5年ぶりだもん。翔一くん？顔色が悪いよ。大丈夫？疲れてるんじゃないかな？それで部屋のことだけど、本当にお店の方でいいの？
翔一くんがいいならそれでいいんだけど、でも本当にいいのかな。そうじゃなくて、翔一くん、うちなんかで働くことにしていいのかなって。やっぱりバイオリンの仕事。そうだね、しばらく休んだ方がいいよね。翔一くん、おかえりなさい。